今日はめちゃくちゃいい天気です。アリオアゲオさんに来ています。なんかね、アリオアゲオさんにはたくさんの新しいお店がオープンしてるそうです。今日は早速行ってみたいと思います。バンクサンドイッチさんに来ています。さあ、いろんなメニューがあります。何食べようかな。じゃあ行ってみます。こんにちは。こんにちは。このバンクサンドイッチさんのサンドイッチ、はい、いっぱいメニューありますよね。はい、いやもうどれ食べようかちょっと迷ってるんですけれども、はい、この一番上のポークベリーキュバーノ、なんかこの全米サンドイッチコンテストで入賞したっていう書いてあるんですけれども、はい、これポークベリーキュバーノ、どんなサンドイッチなんでしょうか。はい、結構具材がたくさん詰まってまして、はい、マスタードが塗ってあって、うん、で、お肉、ポーク肉が乗っていて、はい、ロースハムがポンポンと置かれて、それでチーズがしっかりとろりになり、たっぷり、とても美味しい仕上がりになります。やっぱりこのお店の中でも大人気。そうですね、一番の売れ筋はやっぱりポークベリーキュバーノですよね。あー、もうなんか食べたくなってきました、はい、いや本当ね、でもこのポークベリーキュバーノという名前って、はい、なんかちょっとあんまり聞き慣れないんですけれども、はい、あのこのお店はバンクサンドイッチさんはこれどこのお店なんですか。まあ発祥が一応アメリカのポートランドっていうところから来ています。オレゴン州。オレゴン州なんですね。はい、じゃあもうせっかくだからこのポークベリーキュバーノを食べたいと思います、はい、ありがとうございます。あとせっかくですからやっぱ飲み物も飲みたいんですけれども、はい、何がおすすめですか。アイスレモネードっていうのが。あ、いいっすね。レモンがたっぷり。あ、レモンがたっぷり入ってるんですか、はい、あとねやっぱちょっと今日お腹空いてるんで、はい、なんかサイドメニュー的なものがあったら。そうですね、はい、そしたらやっぱりこちらですかね、ベーコン&ポテトがおすすめです。このベーコン&ポテト、はいはい、他のお店だとあのポテト、はい、シンプルなポテトなんですけど、こちらではベーコンがしっかりついてるので、まあ、ちょっと特別かなと思います。お願いします。はい、ありがとうございます。お待たせいたしました。 ありがとうございます。すごい、ね、楽しみです、はい、じゃあ早速食べたいと思います。すごく美味しいです。このパンの生地がものすごくカリッとしてて、本当にこのポークとピクルスとこのマスタードのチーズ合います。音聞こえます？美味しいです。次はポテト行ってみたいと思います。じゃあね、ちょっとねケチャップかけて食べてみようかな。なんかね、あのお好みであのそのまま食べてもいいそうですし、こうやってあのケチャップも かける方が多いそうです。これポテトです。いただきます。うん、これはやっぱりね、子供から大人まで絶対に誰もが大好きな味です。ポテトとベーコンの組み合わせっていうのがもう、これもう絶対に美味しいんですけどね、もう間違いない。レモネード行ってみます。なんかね、よくかき混ぜた方がいいそうなんで、かき混ぜます。あ、もうめちゃくちゃ美味しい。こうやって、うん、美味しい。うわ、このポークベリーキューブ言えないポークベリーキュバーノとこのレモネード、ね、まあ、言えないポークベリーキュバーノとレモネードもバッチリ合います。ポークベリーキュバーノめちゃくちゃ美味しかったです。 ありがとうございます、はい、ちなみにあのパンなんですけど、はい、ものすごいカリカリして美味しかったんですけど、はいはい、あれどうやって焼いてるんですか。まあ、あのパニーニグリラーっていう機械使ってまして、はい、それにグッとこう押し込んでプレスするような形、はい、でそれで3分間焼くんですけど。3分間、はい、でそうすると結構カリッと仕上がります。なるほど。
ね、カリッとしてるんですけど、パン硬くないんですよね。あ、そうですね。だから食べ心地もすごくいいし、はい、でカリ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 美味しいし、はい、あのバンクサンドイッシュさんという名前、失礼ですけれども、はい、僕あんまり聞いたことがなかったんですけど、あ、そうですね、はい、あの今日本にはどれぐらいお店って来てるんですか。そうです、大体今5、6店舗くらいしか、はい、まだないところです。じゃあかなり貴重ですよね。そうですね、多分埼玉県では2店舗だけ。2店舗埼玉県で2店舗だそうです。ぜひね、この揚げおさんに来て、はい、皆さん食べていただきたいなと思います。本当に美味しいです。今日はどうもありがとうございました。はい、ありがとうございました。ドコモショップサテライトさんに来ています。今から行ってみます。よろしくお願いします。お願いします。あのこのドコモショップサテライトさんなんですけれども、はい、どんなお店なんでしょうか。よくあるドコモショップは一緒なんですけど、はい、予約が不要でいつでも気軽にご来店いただけるショップとなっております。はい、予約が不要なんですか。あ、予約不要です。あ、すごいですね。じゃあお店に買い物に来て、はい、あ、今あ相談できそうって思ったらもう予約なしでも来れるということ。ぜひみんな来ていただきたい。ぜひあの、ね、はい、お立ち寄りに来ていただきたいです。まあ、内容というかどういうことで皆さん来られるんでしょうか。そうですね、プランのお見直しだったりとか、はい、あと他社からの乗り換えの方が多いですね。なるほど。あ、プランのそういう見直しだったり、はい、新しい機種だったりとか、はい、あとその僕はちょっと他社の携帯を使ってるんですけど。そうなんですね。はい、僕があのそのドコモさんを使いたいなと思ったらその乗り換えの相談も受け付けてくれると。もちろんです。お、はい、あの格安のそのプランっていうのもありますよね。はい、あの例えばどういうものがあるんでしょうか。ドコモの中にアハモっていうお安いプランが、はい、そこにも表示されてるんですが、こちら、はい、アハモだったりとかドコモのエコノミーっていうあの OCM モバイルとかもございますので、はい、安くご案内することもできます。この手続きっていうのは本当はオンラインとか。あ、そうですね、基本的にはオンラインで、はい、行っているアハモに関してはサービスなんですが、はい、お手数料かかってしまうんですが、ドコモショップでサポートを全面的にさせていただいております。なるほど。じゃあ、はい、そうやってもしここで手数料がかかっても教えていただいていろいろできたらもうぜひ乗り換えたいというか切り替えたいと思います。そうです。ちなみに手数料っておいくらくらい。あ、手数料は3300円ですね。3300円だそうです。はい、3300円って言ったらでも結局毎月高いその電話代というか払うことを考えたらものすごく安いですよね。そうですね、1回で済みます。1回で済みますもんね。はい、ぜひぜひ皆さん来ていただきたいなと思います。あとちょっとね後ろ気になったんですけど、これはトイレットペーパー。あ、そうです。はい、これどうやったらもらえるんですか。ぜひドコモの家計相談といいまして、はい、プランのお見直しとかをしていただいた方にプレゼントさせていただける。お、はい、ちなみに僕ちょっとわからないんですけど、このキャラクターは何。ドコモのキャラクターのポインコと。ポインコ。はい、ポインコです。ポインコ。あ、これドコモを使ってる方だったら結構みんな知ってるのかな。あ、そうですね、結構みんな知ってる。なるほど。じゃあ僕もちょっと勉強しなきゃいけないです。あとですね、はい、ちょっと気になったのがこの2つ折り携帯お持ちの方へ、この 3G の携帯は修理受付を終了しておりますって書いてるんですけれども、はい、もうガラケーは使えなくなるっていうことなんですか。ドコモの中のこのフォーマっていうタイプの携帯が終了となりますので、はい、ぜひお早めにもしご利用されている方がいらっしゃれば、はい、切り替えをしていただくことをお願いしております。なるほど。じゃあ 4G 対応のこの折りたたみ式携帯はまだまだ販売しているそうなんで、早く来ていただけたらなと思います。ぜひお願いします。はい、ぜひ皆さんこのドコモショップサテライトさんへ来てください。今日は本当にどうもありがとうございます。よろしくお願いします。ありがとうございます。もしよろしければお持ち帰りください。え、いいんですか。どうぞ。どこ取ろうかな。じゃあこちら取ってもらって。1個でいいですか。もちろんもちろん。やった、いただきました。これポインコ。ポインコです。あ、ポインコのトイレットペーパーいただきました。
ドコモさんに乗り換える可能性あります。よろしくお願いします。よろしくお願いします。唐揚げの鉄人さんへやってきました。僕唐揚げ大好きなんで、楽しみです。さあどんな唐揚げがあるのか行ってみましょう。いらっしゃいませ。どうもよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。唐揚げ大好きなんですけれども、ちなみにおすすめは何でしょうか。おすすめはですね、はい、こちらの味がですね、こちらの醤油とお塩とその甘だれのその唐揚げがありまして、はい、あの醤油とそのお塩とその唐揚げの、はい、あの金賞の方を用意しております。そうなんですね。でこちらの甘だれなんですけれども、本当に、はい、従業員一押しで大変おすすめとなっております。そうなんですか。はい、じゃあ醤油と塩と甘だれですね、はいはい、あのこの全部食べてみたいんですけどいいでしょうか。はい、かしこまりました。はい、ありがとうございます。じゃあ3つお願いします。はい、かしこまりました。よろしくお願いいたします。お待たせいたしました。これが塩でこっちが醤油ですね。でこれが甘だれになってます。ありがとうございます。まずは塩から食べてみたいと思います。さあ、おー、よく塩です。うん、もう本当に美味しい。さっぱりしてるというか、本当にこの肉の味というか、そういうのがものすごく分かってきます。衣がもう優しいのでカリッとしてるし、中もジューシーです。はい、醤油です。醤油の唐揚げです。うん、でもね、全然濃くなくて食べやすいです。これ何個でもいけそうな、すっごく美味しいです。このお店の方もおすすめしていました、この甘だれ。甘だれいってみたいと思います。うわ、すごい、もうしっかり味がいきます。うん、もう確実に甘だれです。ものすごく美味しい。これはもう濃厚というか、しっかりとあのタレがついてるので、この2つとはもう違って、ガツンといきたい方はこれをご飯にも合いますね。めちゃくちゃ美味しい。唐揚げどうでしたか。めちゃくちゃ美味しかったです。本当に美味しかったです。ありがとうございます、はい、結構あれ、そのニンニクも結構入ってるんですよ。なるほど、そうですよね。いや、めちゃくちゃ本当に美味しいです。思ったよりもなんかあっさりしてたというか。あっさりした、はい、そうなんですよ。だからすごい食べやすくて、はい、これもご飯もそうですね、いけるし、あとは甘だれですよね。いや、これはもうなんて言うんだろう、がっつり、あれ、はい、そう、お子様にも大変、はい、人気ありまして、はい、もうご飯いくらでもいけるようになっております。はい、ね、いや、もう本当にめちゃくちゃ美味しかったです。ちなみに唐揚げなんですけど、はい、今僕さっきは3つ頼みましたけれども、はい、1つだけ食べたいっていう人も大丈夫ですか。はい、1個単位で、はい、ご注文の方を、はい、やってくれるんですか。はい、やっております。それでね、さっきはい、メニューの方を見させていただいたら、はい、唐揚げだけじゃないんですよね。はい、はい、ステーキも、はい、ステーキもやっております。はい、そうですよね、はい、あとカレーも、カレーもございます。はい、じゃあいろんな食べ方を楽しめるっていう。はい、そうですね。はい、いや、もう本当嬉しいです。僕唐揚げ大好きだし、カレーも大好きなんで、もう今日めちゃくちゃ幸せでした。ありがとうございます。ぜひご家族で、そして一人ででも、はい、女性の方でも安心して来れます。美味しいのでぜひ来てください。本当どうもありがとうございます。ありがとうございます。できました、バーガーキングさんです。もうみんな知ってますよね、ハンバーガーめちゃくちゃ美味しいです。ぜひね、ご家族で
一人ででももうたくさんみんな来てください。じゃあ僕も早速中に入ってみたいと思います。頑張ってる君にエールを送ろう。素晴らしい世界探し続けよう。行ったこともない見たこともない新しい未来きっと待っている。大空の風リズミカルな空弾ませて心躍らせて。ナチュラルな瞳夏の扉開けて。大空の風リズミカルな空息を弾ませて。今日は新しいお店を4店舗紹介させていただきました。ぜひ皆さん遊びに来てください。待ってます。